くんも多いんで、ちょっとボイルに変えてみます。で、浮きは今度は当たり浮きがついていますので、先のあの当たり浮きが沈んだらもう少し合わせます。固定仕掛けなんで誘導とかは何もないです。これでも当たり牛がついて、さらに餌取られてるということはもっと花が浅いということになりますので、今度は棚をもっと浅くします。餌がない状態です。